だからもともと県大あの学生の頃からね、うん、あ県大会で柔道県でなんかで、県で優勝して、その優勝旗持ってくるもんだね、学校では わがままで、うんうん、ほいでどうでも勝たんとあかんじゃんね、こういったもんだ、うん、勝つにはどうするかって言ったら、うん、反則しかないから。そうだよ、あんたみんな、みんなけあの訓練してきとると思うんだ。こういったもんだ、ね、仲間、内股っていうからね。内股と金玉をどうだ近いところでね、ちょっと言ったら分からんじゃない近いところで、いやいや、本当の話は、うん、そりゃそうだね、ねえ、ほだな、うん、うん、それで4人の審判官が見とるじゃんね、うん、ほいで急所や赤じゃんね、うん、それギリギリのとこにボリボリそれ技だね、ほいで強いけどね、うん、うん、強ね、弱いから観光するなるほど、うん、これがね、うん、これが名前が取ってね、はあ、今度はあの学校卒業して若い人になるとね、うん、ね、わしを10人ぐらいみんな自転車ひぼつけて引っ張ってくる、はあ、ほんと昔あのそこら中偉いやつがおるじゃん、喧嘩の偉いやつ、うん、ああそうだ、仲間ってな、わしが行くって言ったらね、うん、って、うん、こういうことやったらほんなら10人ぐらい来ても減っちゃうわね、ほらほんだ古文が一歩、